はい、伊達娘のお墓です。角田にですね、ついだ政宗公の次女ですね、ムー姫、なんか、漢字だとちょっと難しい字なんですけど、まあなんか可愛らしい字ですよね。で、資料によるとですね、なんかあの、手紙の姫、手紙好きだったんでしょうかね。なんか非常にあの、その資料が残っていてですね、簡単に系図を見ますとですね、まあこのような形になります。ちょっと見づらいですかね。伊達公はですね、めご姫の他にも、まあ、側室がかなり実はいらっしゃったと。まあ、もちろん、めご姫を一番愛してるという方で、お山の方って側室、柴田宗義ですね、柴田軍の柴田ですね、柴田宗義さんの、娘、宗義公の娘を、いただいて、まあ、次女ですね、角田、石川家、三代の宗隆公に嫁いでますので、宗隆夫人という名前になってますけど、まあ、ムー姫という名前がですね、まあ、こう、町のキャラクターにもなっていてですね、まあ、非常に可愛らしいということで、こちらにお墓があります。政宗公の側室多いんで、ちょっとお一人ずつっていつも思ってるんですけど、なかなか詳しく紹介することができなくて、またいつもの通りポンコツになってしまってですね、まあ、なかなかお一人ずつっていうのは難しいんで、まあ、いろいろ姫とかね、有名な方はちょっと別ですけど、まあ、この方もですね、お山の方の、長男、男子が続いたんですよね。ですから、次女といっても、第8子ですかね。第7子ですね。いろは姫は長女だったんですけど、その後男子が続いて、まあ、次女っていうことで、第7番目のお子さんが、まあ、一応、公式にはですね、お姫様と。ですから、伊達政宗の姫っていうとね、いろは姫があまりにも有名なんですけども、姫もですね、まあ、地元では有名ということで、まあ、他にもですね、千菊姫とか、宮津の峡谷高国家ですね、高国公に嫁いでます。先週、小浜にいたんですけど、ちょっとそのことには触れなかったんですけど、伊達家とも縁がある峡谷家という感じになりますよね。はい。ムー姫、やっぱり当時のものなんでしょうね。やっぱりちょっと法印鏡と、ちょっと削れてしまってるような感じになりますけども、かなり大きさでは立派なお墓になります。はい。伊達政宗公次女の姫、ムー姫のお墓でした。